なぜ人間をかばう。そうか、何も知らないのか、お前は。ダメだ、逃げろ。リリア、リア、忘れるな、アド。神官の力はお前と共にある。アクト、神官たちよ、俺に力を。魔法、人間か、バカな。いいや、捨てろ。これが魔法の力。魔法、恐ろしいほど強い力。トールの神殿で授かった力だ。どんな魔物にも立ち向かえる。どんな魔物にも。エラガンダーがやられました。アドルの仕業です。なかなかやるようだな。だが今は奴に変わっている場合ではない。女神ですな。そうだ、この地に降り立ったのは分かっている。何としても見つけ出せ。はあ、我が力の支配するこのイースでは女神も思うように力を振るえまい。振るえばその所在はすぐに突き止められるはずだ。アドルの件はいかがいたしましょう。放っておけ。奴はまだ自分がいかなる場所にいるのか知らぬようだ。いや、じきに知ることになるだろう。イリア、イリア、お母さん。ベラガンダ様を殺したというのか。おしまいじゃ、この世の終わりが来る。長老、戦おう。やればできる。誰だって家族を生贄なんかで失いたくないはずだ。魔物の支配を打ち破るんだ。何を言うか、この世界が滅びるのだぞ。魔力が失われれば、あるいはそうかもしれない。その時は地上に移り住めばいい。地上、何の話だ。この地全てが失われるのだぞ。知らないのか。広大な大地が広がっているんだ、イースの遥かな下に。イースはその上に浮かぶ小さな島だ。デタラメを言うな。待て、みんな、アドルの話を聞いてやれ。ならばチョロ、この世界の果てはどうなっているというんだ。世界の端の一方はサルムンの神殿であり、もう一方はムルティア氷壁に阻まれている。ではその向こうは。闇が覆うばかりであろうが。違う、その向こうにはさらなる世界がある。僕はそこから来た。人々が魔に打ち勝ち、平和に暮らす世界から。なあ、こやつは悪魔の教えを語る者だ。こやつを捕まえろ。魔物たちが言う世界を破滅させる悪魔がこやつだ。捕まえろ。よせ、何をする。やめろ、やめるんだ。よせ、みんな、よせんだ。いたか、悪魔が正体を出したぞ。魔物に引き渡すのだ。どうしてわからないんだ。みんな、俺の話を信じてくれ。アドルさん。イースの書に導かれ、天空の世界に現れたアドル・クリスティ。だが、そこで彼を待っていたのは絶望と孤立であった。彼はまだ何も知らなかった。魔物たちの企み、二人の女神の存在を、そして自らの運命を。